よろしくお願いします。これラブボディでもなく抱き枕でもスマホさえあればできますスマホのセンサーだと、はい、きっと中の女の子、まあ、女の子じゃなくて今日は出しちゃダメって言われたんで。ダメですね。あのさすがに僕卑猥なんで、卑猥なのはダメって言われた。ありがとうございます。ありがとうございました。また情報で揃ったら、ね、え、あのなんかあったらこれいただけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ楽しんでいただけたらすごい楽しい。やっぱりそうです。さすがにあのこれはお金にならないですか。あ、仕事ね。まあ、あのうちら企業ではないので自由にこう底辺を目指していこうかと。まあ、ビデオデッキのエロビデオで普及したと言いますし、実は言うと私も彼も、まあ、あの3人ですけど、私も彼もエロゲーというものをもともとやってたことがあって、逆にああいう感じのエロモービーを VR で遊んでる、導かれながらこういう動かしてるのまた別種のヤバさがあまり心に入ってるんですけど、言われるんだからこれはすごいんだろう。じゃあ大人の人この様は撮影してもいいもん。